聖獣の宇宙についてご説明いたします。九つのサクリアの調和によって聖地の生態系は順調に回復しています。その影響を受けて他の惑星でも。ご覧ください。宇宙全体がかつての輝きを取り戻してきているわ。数値のバランスも大変安定しています。エンジの熱心な働きのおかげね。とんでもありません。すごいのは守護聖様方のサクリアの力で、それに何よりも聖獣の女王陛下が懸命に頑張っていらっしゃるから、私はそのお手伝いをしているだけで。エンジ。はい。なかなかよくやっているようだな。これからも慢心することなく、さらに使命に励むのだぞ。はい、精一杯頑張ります。では失礼します。笑顔の一つでもお向けになってあげたらどうですか、ジュリアス。そうすればあの子の緊張も少しはほぐれるのに。執務中に笑顔など必要とは思えぬ。ジュリアス様、褒めてくださったのよね。とっても嬉しいけど、なんだかプレッシャーだ。もうすぐ聖獣の宇宙も人類誕生の時を迎えるのね。水のサクリアを聖獣の女王陛下にですか。はい。女王陛下は今この時もお一人で宇宙を支え続けておられます。たった一人、そのご意志のお力で。だからせめてもの癒しをお届けしたいんです。私にできるただ一つのことですから。エンジ、女王陛下のお心を癒すのはあなたのその気持ちだと私は思いますよ。リュミエール様。見せかけではない本当の優しさだけが傷ついた者を救うことができる。そしてそのような思いはサクリアの力を何倍にもするはずです、きっと。はい。それでは水の優しさと癒しの力をあなたに。聖地に緑が戻ったというのに、ここはまだ凍てついたまま。女王陛下、私の思いをお受け取りください。あなたの運ぶサクリアが聖獣の宇宙を満たした時、女王はきっと眠りから覚めることでしょう。もっともっと頑張らなくちゃ。気のせいかしら。また何？何なの？助けて。あなたなの？本当なの？エンジュ！ロザリア、エンジュの具合は？わかりません。眠ったまま全然意識が戻らなくて。エンジュ。ここは一体？
心。あなたなの？あなたが私をここに呼んだの？ついてきて、そう言ってるのね。一体ここはどこなんだろう。ねえ、私をどこへ連れて行くつもりなの？いいわ、あなたを信じる。エンジュ、しっかりして。エンジュ、目を覚まして。落ち着け。落ち着くんだ、マルセル。だってエンジュの正気がどんどん弱まって。エルンスト、原因は分かったか？いえ、病でないことは確かなのですが。こんな症状は見たことがないわ。エンジュは大丈夫なのですか？このまま意識が戻らない状態が続くと危険です。最悪の場合は。過去に同じようなことがなかったか、図書館の記録を調べてみます。俺も手伝います。頼む。エルンストもエンジュの症状を見ながら。はい、データの解析を。うん。ルバ様、これも。ありがとう、ランディ。何としてでも探し出さなくては。エンジュを救う方法を。気に入りそうなケーキを見つけたよ。早く一緒に食べに行こうよ。みんながあなたを心配しています。あなたはどこをさまよっているのですか？できる限り過去の資料を当たってみたのですが、エルンストの方は同様の結果だ。そうですか。まさかこのようなことになるとは。あれほど元気だったのに。エトワールという存在自体が伝説であり、その実態は我々も正確には把握していない。もっとそなたのことを思い計るべきだったのかもしれぬ。実は気になっていたことがあるのです。聖獣の宇宙はかなり以前からいつ人類が誕生してもおかしくない状況にあります。何ですって？ですがずっとその兆候が現れませんでした。もしかしたら
この不可解な現象がエトワールの眠りに何か関係しているのでは。守護星の皆様にお知らせしなくては。エンジュの存在をどこにも感じることができない。一体あなたの身に何が起こっているの？お願い、水のサクリア、この子たちに力を。ダメ、もう残ってない。私は何もすることができない。この子たちが必死に助けてって言ってるのに、私は何も。見せかけではない本当の優しさだけが傷ついた者を救うことができる。私の思いじゃこの子たちを救えないんです。どうしたらいいの、ユミエール様。エンジュ、光。エンジュ、リュミエール様、リュミエール様。あなたの声が聞こえました。一体どういうことだ、リュミエールまで。きっとあいつに呼ばれたんだ。なぜそう思う？理由なんてね、ただそう思っただけだ。その可能性はあるかもしれません。ルバ、リュミエール、エンジュを助けてください。なるほど、事情は分かりました。リュミエール様。優しき水のサクリアン、その力で傷ついた者たちを癒したまえ。どうして？何？聖衆の女王陛下。私は今、水のサクリアの力を得て、あなた方に話しかけています。この泉は、聖獣の宇宙に新たな命をもたらす魂の泉。この泉よりいずる命を得て、人類がこの世に誕生します。魂の泉から生まれる星ホタルは、命そのもの。星ホタル、この子たちですね。星ホタルの光は命の輝き。しかし今、私の力が弱まったせいで泉は枯れようとし、星ホタルは消滅の危機に瀕しています。一度失われてしまえば、二度と聖獣の宇宙に生命はよみがえりません。お願いです、エトワール。生まれてくる命を救うため、あなたの力を貸してください。女王陛下、お願いです。命の火がすべて消えてしまう前に、お願い。女王陛下。この地にある生命力そのものが消えつつある。この子たちを、聖獣の宇宙の命を。どうしたら。
エンジュ、何をしているのです？私の力を、私の命を、魂の泉に。いけません。きっと何か他に方法があるはずです。その間に命の火が尽きてしまいます。時間がないんです。顔色が悪くなっていく。リュミエール、何をしてやがる。とっととエンジュを連れ戻せ。エンジュ、エンジュ、戻ってください。星ホタルたちは必死で私に助けを求めてくれたんです。ですが、私にできるのはこれしかないから。あなたの思いはいつも本当の優しさに満ちている。その役目、私がいたします。ですから、あなたはお戻りなさい。もうこれ以上、星ホタルを消さないで。お願い、この子たちを助けて。みんな消えてしまった。エンジュの思いは届かなかったというのですか。星ホタル、あなたの思いと女王陛下の思いが一つとなって星ホタルを救ったのですよ。元にたどり着きますよ。エンジュ、リュミエル様。エンジュ、マルセル様。よかった、エンジュが帰ってきた。よかった。マルセル様。無事で何よりだ。ジュリアス様。はい。エンジュ、前へ。はい。ついに聖獣の宇宙に人類が誕生しました。消滅の危機を乗り越え、聖獣の宇宙はこれから大いに発展していくことでしょう。女王が目覚める日もそう遠くはないはず。あなたのおかげです。ありがとう、エンジュ。もうすぐ、きっともうすぐ。
ねえ、エンジュ、君の背中に聖なる翼が見えるよ。その翼が輝くとき、きっと奇跡は起こる。そして君は伝説になる。